30歳になってしまいましたね。はい、結婚の予定はまだです。もう少し先になりそうです。いつぐらいとかですか。そうですね、だいたい2年後ぐらい。あとそろそろ見つけとかないと。そうですね、ずっと競馬ばかり追いかけていたので、そろそろ馬じゃなくて人も追いかけたいなと思います。なのでディープインパクトのような人が現れたら。具体的にどんな第4コーナーから思いっきり刺してくる人。なので結構こう、そうですね、有言実行してくれて安心感のある人、あと夢を持ってる方が素敵だと思います。すごいプロポーションがいいんですけど、はい、ありがとうございます。自分の体の中で一番自信があるところってことですか。鎖骨とあとこのほくろですね。はい、ここにあるほくろと鎖骨のバランスが好きです。でここのラインですかね、この山脈なんて何て言うんですか、デコルテのラインが自分としては気に入っています。はい、モデルさんとしても活躍されてて、そこがプロポーションを広がっていて、はい、なんかスタイルを保つようにやってることみたいな。やはり常に、自分の体の健康をまず意識するっていうこと で、美容雑誌の方 も10年の専属モデルやることになってるんですけど、そちらの方でもやっぱり刺激を受けて、その健康と美容とっていうのがイコールになっているので、常に運動して、で正しい食生活、そして睡眠っていうものもやっぱり本当に人間がもともと大切にしてなきゃいけなかったものをもう一度思い出して やりました、ね、であとは水着ということで、憧れのこうビクトリアズシークレットさんのショーを見て、その方たちが実際にやっているようなボクサーサイズをちょっと取り入れてみたりですとか、自分なりにできる限り その やったことのない運動とかも結構取り入れました。はい、先ほどディープインパクトみたいな、はい、人間でいうと見た目、見た目は垂れ目垂れ目というか、なんかこう可愛いオーラを持った人が好きで、はい、でもかっこいいことをする人っていうギャップのある人が好きですね。雰囲気は可愛い感じの方が好きです。芸能人でいうとどんな方？そうですね、芸能人でいうと、芸能人じゃないですけど、武豊さんが好きです。ディープに乗ってたんで、はい、来年の目標を、はい、はい、来年の目標はまず、第3弾の写真集、もしくは美容本なり、また書籍に関するものを出版させていただきたいなと思っていることと、あと、まあ、DVD ですとか、やっぱりその自分の今っていうものを瞬間瞬間残していきたいので、やっぱりまた第3弾の写真集をやりたいですね。あと朝番組を卒業して、今度昼番組やりたいなと思ってます。だんだん朝、昼、夜っていう風に映っていけたら嬉しいです。はい、他にご質問大丈夫でしょうか。具体的にこの番組狙ってますか。具体的にはみんなの競馬の MC になりたいです。あ、夜ですか。あれは昼ですね、生中継で、はい、フジテレビさんの、はい、あとはもう映画やドラマですとか、何かこうファンの方ですとか、あとは周りの方がこういうのやってみたらどうかなっていうふうに、私にこう期待をしてくださってるものに関しては何でもやりたいなと思っていて、なので映画やドラマも
もし機会をいただけるならさせていただきたいです。具体的にやってみたい役、ドロンジョみたいな役やりたいです。ドロンジョ様とか峰富士子みたいな基本コスプレが、コスプレ大好きなんで、であとはそうですね、あのちょっと前に多くに少し出させていただいた時に着物はちょっと経験したので、次はちょっとそういったようなあの現代風のものでやらせていただきたいですね。セクシーな役、そうですね、あのあれ言っていいですか、はい、どうぞ。あのモグラの穴、歌です、モグラの歌の、はい、高橋昇さん、はい、高橋昇先生がすごいファンって言ってくださってるので、その映画の第2弾もしくはドラマ化がもしされるんであれば、そこに参加させていただきたいです。コスプレで写真集とか、あ、もうぜひぜひ、あのそれはあのファンの方がこういうの着てほしいっていうのを、今実際あの夜の天気予報の方でも割と私はコスプレをしてやっているんですけど、コスプレ写真集っていうのも新しいなと思っていて、でそれとなんか例えば DVD とかでなんか 3D 眼鏡かけたらこうなんかこう近寄ってくるみたいな感じのとかもできたらなんかいいなとか思っていて、なんかファンの方と近く感じられる写真集で、こういうの着てほしいっていうのをできる限りの範囲内で期待に応えられたらいいなと思います。はい、その写真集でもやっぱりトロンジョさんとか、はい、ミネフジコとかみたいなのもちょっと今回は割とそうですね、少しこの辺とかちょっと黒っぽい感じでちょっとセクシー系な感じになってるんですけど、あんまり今回黒とかそんなになくて割と白系が多かったので、今度は黒であったりとかちょっと妖艶な感じの写真集も出してみたいですね。プライベートコスプレされるんですか？そうですね、今度クリスマスがやってきますので、はい、サンタさんの格好をまず天気予報でもするんですけど、予定なんですけど、プライベートでもサンタさんの格好して有馬記念の予想しようかなと思ってます友達と一緒に予想するんです。はい、あの競馬部というのがありまして、私競馬部の部長なので、うん、はい、部長自らちょっとサンタコスをして、もうあの今年に対するジャスタウェイ、ジェンティルドンナ、そしてビルシーナ、もうこの3頭で今のところ予想しています、はい、やっぱりその引退する馬にやっぱ優秀の美を飾ってほしいっていうのは、やっぱりドラマを求める私としてはやっぱそこで涙を流したいのではい、なのでその引退を飾る馬にぜひ勝ってほしいと思っています。